Okay. こっちにしとこうか。Okay. こんばんは。はい。お正月ギフトは20万ポイントいったらコーヒー券がねもらえるので、ぜひ皆さんご協力をお願いします、はい、そう、今日から超えそう、あのね、ココッペがねリセットで出てます。ココッペがリセットに出ています。そう、あのサーヤちゃんとかね、そう、ココッペは2回目です。ミニさん、あきおみありがとうございます。モッピさん、あきおみありがとうございます。皆さんいっぱいお正月ギフトお願いします。そう、今日ね宿題2個終わらせた。そう、待ってね、 1,2,3,4 5個ある中、じゃあ4個ある中で2個終わって、であと自学っていう、あ、ちょっと待って、何吉か、大吉大吉大吉出ました。ヤスさん、いつもパンダありがとうございます。いつも大吉ありがとうございます。大吉来たー。ハンちゃんコーヒー飲めるの、多分スタバのギフトだと思います。ね、今日あのあれだなと思って、今日は宿題プリントを持ってきました。なのでそれを進めながら、あの配信をしていけたらいいなと思います。なんかプリントね、なんか5枚束でなあるんですよ。でなんか裏表持ってあるので、なんか10ページしてるのと一緒なんです。なんかちょっと嫌だなみたいな。めんどくさいです。ケイスケさん、興味ありがとうございます。でね、今回はね理科をしようと思うんですけど、理科はどこか、これかな、めんどくさいですね。みんなミクさんと夏みかんさん、興味ありがとうございます。ね、終わらせようって。理科は得意ですか？得意じゃないです。得意じゃないです。今ね、なんか月と太陽っていうのをしていて、なんか太陽がこの位置だったら、太陽と月がこの位置だったら月の形は何ですかみたいな、そんなあれです。そんな勉強です。タモツさんとクリゲンさん、興味ありがとうございます。ハンちゃん見守り中、先生ありがとうございます。ハンちゃん見守り中のね、これ買ったやつ、これ買って、これと赤の買ってたやつ、写真見ました。赤めっちゃなんか赤なんか緑よりちょっと異常だった感じ。ケントさんとハッシーさん、秋雨ありがとうございます。月と太陽をねしているんです。あ、こんなところにシャーペンがあったー。探していたシャーペンがここにあったんですけど、いや、なんか普通のさ、これよりかさ、なんかこれよりあの何、赤とかさ、青とかの、赤とか緑とかさ買った方がレア感がすごいある。クリゲンさんとアンニーさん、興味ありがとうございます。平里さん、ハッピーニューイヤーありがとうございます。今からちょっとねやっていくんですけれども、
これちゃん諦めありがとうございます。わわなんて読むんだこれは。ちょっと待って、わゆさん諦めありがとうございます。絆48メールの画像見れた？見れてないです。なんか本当になかった。ハッシュタグないないないでやってるか、ちょっと探してもなかった。あ、カズオさん、カズオさん明けおめありがとうございます。明けおめだってね、ありがとうございます。クリゲンスハッピーニューイヤーありがとうございます。カズオさんね、カズオさんです、カズオさんです。待って、何ですかこれは。太陽は図の I のどちら側にありますか。どちら側にありますか。どちら側にありますか。ちょっと待ってね、これがこっちだよね。あ、これ見ればここに答えあるじゃん。ここにまとめましたって書いてるじゃん。いやと思う、見てないのに。見てないのに。ちょっと待って、太陽の光がこっちでしょ、こっちにあるということは、はあ、こっちだから。いや答えじゃなくて、なんか2番のところにあるんですよ。これ見しちゃったらダメだよね普通に。なんか見せちゃっていいのこれ。なんかこのプリントのさ内容って見せちゃっていいのかな。わかんないな。あ、ここにあるんだ。どこだ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 。まくりざしさん、まくりざしさん、あきおみありがとうございます。バンされるのが怖いからやめとこう。答えはね、多分イだね。イです。イと思った方が、イと思った方が正解です。正解正解。ピポピポピポン。はい、一のように答えた理由を説明しなさい。説明ですかね。はい、説明しか見せない方がいい、見せない方がいいです。いいか。いいです、いいです。いいと考えた方が正解です。じゃあ次考え、太陽の光が、待って、読んでない方。あ、あきらさん、あきおめいっぱいありがとうございます。あきらさんいっぱいあきおめありがとうございます。司さん、あきおめありがとうございます。読めてなかった、すいません。待って、くしゃみ出そう。鼻がムズムズしてきた。なんか太陽は月の輝いてる側にあるから、太陽は月がか輝いている側にあるから。福岡のゼロさんいっぱい興味ありがとうございます。ハンちゃんメモ盛り中、センスありがとうございます。次、月が1から4のような形に見えるのは、太陽が図のあーから空のどの位置にある時ですか。月は見えない、月は見えない。ああそういうことか。
宇宙は空気がないから太陽が燃えるのは地球とは違うんだよ。ちょっとわかんない。ラコシさんとラー油さん、あきおめ、ありがとうございます。あ、でも、宇宙に空気がないのはわかる。宇宙に空気がないのはわかる。だって、なんか浮くもんね。ぷかぷか。あ、なにきち、ちゅうきちー、クリゲンさん、パンダありがとうございます。月が見えないのは、月の光り方の問題かな。ああ。だから太陽の位置が違うから。太陽の位置が違うからか。ちょっと意味がわかんない回答ばっかしてる。木、これが木でしょ。木ですね。ここにはね、教科書を暗記しているんですね。はい。太陽の後ろにあるから。ああ、そういうことね。もう理科大っ嫌い。もう嫌だ。月の形の見え方が日によって変わる説明をしなさい。動くからです。社会と理科、どっちが得意って。どっちも得意じゃないけど、理科の方がなんとなくわかる。理科はできるけど、なんとなくね。でも、社会はあんまり。って感じですね。司さん、センスありがとうございます。読んでない方はいませんね。はい。ハッシーさん、明けおめいっぱいありがとうございます。皆さん、おしゃべり会ね。4時の受付が始まっているので、ぜひ皆さん追加してくれると嬉しいです。お願いします。月の形の見え方が日によって変わる。だから月の形の見え方が変わる説明をしなさい。太陽が日によってね、月と太陽の位置が位置の関係が変わるからです。はい。日によって月と太陽の位置関係が変わるから。1枚だけでこんな苦労する。いやー、ドラクエさん、あきおめ、ありがとうございます。おしゃべり会ハンちゃん申し込んでありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。地球が太陽の周りを公転してるからよ。地球が太陽の周りを、だから地球で回る。ああ、そういうことね。こういうことか。これが地球としたら、これが太陽としたら、ビューってやってるのか。ほう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 。月と太陽の距離はどれぐらい離れてるでしょうか。わかんない。こんぐらい。多分こんぐらい。ケントさん、清美ありがとうございます。多分こんぐらい。ハンちゃんのセーター T シャツ買い忘れるところだってギリギリアップなかったですね。まあ着てくださいね。いっぱい着てください。私の生誕 T シャツ。ハンチャガ T シャツ。ででん、これね、私の初の生誕 T シャツなので、ぜひ皆さん買ってください。エミリーさんがシッサーって言ったのは間違います。で、
12って書いてる、はい、これが私のセダンティです。よいしょ。ほのちゃん今日目じゃなくてハッピーニューイヤーありがとうございます。今度そのイノシシフィギュア作る。イノシシフィギュア？ありがとうございます。楽しみにしてます。あのできたらイノシシフィギュアができたらぜひツイッターに載せてください。見ます。見ますので、そうかオンライン握手会でこうやって自慢してください。いっぱい。じゃあこの 1ページぐらいすればなんとかなるし、今日はもう1ページだけでいいや。わあ、理科って面白くないね。どのぐらい離れてるの。1億4960万。どんだけ離れてんの。やばい。いちさん今日もありがとうございます。涙姫さん今日もありがとうございます。皆さんお、なんか肩重っ、めっちゃなんか重いんだけど、なんで動いたらめっちゃ重くなってるんだけど大丈夫そうか。ねどこだどこだ。キザ48メールにファンレター載せたのは見れた。見れたってことか。見れた？ハテナの方か。多分見れ、え、いつ載せたそれ。なんか全然さ、見れないんだけど。全然さ、なんか48メールでさ、なんか最新のやつめっちゃやってもさ、ヨシノだけが出てこない。なんでかわかんない。それはなんでか。教えてほしいですね。本当になんでさ、ヨッシーのだけ出てこないのか本当わかんない。もう見たいのに見れないんだよね。地球から月までの新幹線のスピードで行ったら日 何日かかると思いますか。1週間ぐらいです。あと何教科残ってない。あと、これを、このプリントは国語と理科だけなんですよ。で、国語と理科だけで、このプリントは。で、なんかチャレンジノートみたいながあって、それは社会、違う、国語と、あの、漢字と、国語のね、漢字と、算数が入ってたんですよ。それは今日全部終わらして、あとは国語と理科だけです。はんちゃんに今年会いたいな。ぜひオンライン握手会、はい、オンライン握手会はね、今ね4時の受付が開始されてるので、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。アイリンさん会いに来てくれたら嬉しいです。 ちなみに提出はいつ、冬休み終わりです。司さん先生ありがとうございます。ヨシーさんの他にツイートは見れてます。見れてるのになぜかヨシーのだけが見れないっていう、わかんないけど。高校生になったら会場で、あ、そうか、高校生になったら会場で話せるんだ。そうだそうだ、そうやばい、そうやば、めっちゃやばいんで、ワイナイ見えて、そう、こてっちゃんのは見えてるんですよ。なのに、ヨシイノだけが見れない。なんでかわかんない。じゃあ、じゃあね、23分でしょ ?30 分までに理科のプリントを終わらせよう。もう決めた。30分までには理科の宿題を終わらせよう。このプリントは終わらせますね。
次どれだ、あれ次どれ、あーこれか、ううです、うクレーター、ほのちゃん明美ありがとうございます、ちくわさん明美ありがとうございます、自分のご褒美にとしてたくさん申し込めてありがとうございます、頑張ってください、ちょっと待って、一旦理科を終わらす一旦理科を終わらす、すぐ終わらす、パパパパパパーって終わる、さあやってでしょ、しーか、これは字が動くと選びなさい、これがこうだからこっちだからいいか、これは何ですか、これは多分木か、終わった終わった終わった、イエーイ、終わった終わった、あ終わった、やっと終わった、理科のプリント終わったよ、理科のプリント終わった、あ疲れた、あ疲れた、早くない、すぐ終わった、あやの CM 選抜の MV 公開されたねって、あんちゃん 見ました、なんかねこんなやつ、小田さんがセンターのやつ、めっちゃかっこよかった、服が、じゃあちょっと早くチロを降ります、終わったので終わりました、イエーイ、すっごい早く終わった、イエーイ、群馬はいつも向かい側さん、あきおめありがとうございます、クリゲンさんあきおめありがとうございます、ほのちゃんあきおめありがとうございます、1月の下旬に回転寿司のリングが発売される、そうそれね、ヨッシーから聞いて、なんか回転寿司のやつって言ってた、でもあの今年最初のリングはサンリオのリングとなんか南極のリングだったんですよ、そうそう、皆さんそれぜひゲットしてください、ジムさん明美ありがとうございます、クリゲンさん明美ありがとうございます、ほほえみポップコーンさん、あきおめありがとうございます、明日のサンリオイベントハンターに出てほしかった、そう私も出たかったんですけど、そうやっぱ先輩方のね、先輩方が出るんで、ぜひ皆さん見てみてください、かわいい、かわいい、サンリオイベント明日6時からアベマで見えるよ、じゃあちょっと見れたら見たいと思います、見れたら見たいと思います、でこの前、この前てかお正月の時にね、これをしに行った時に弟がね最近ポケモンが好きなんですよ、なんかポケモンのあれなんて言うんだっけ、なんかスイッチのゲームがあって、なんかスイッチのポケモンのゲームなんていうのかわかんないけど、なんか最新のゲームがあるらしくて、そうそう、それをね最近弟がねやっていて、それかそれをしてか
バイオレット、多分スカーレットかな、バイオレットか、多分そうスカーレットバイオレットなんです。それにハマ、それやってポケモンにハマったらしくて、今ね弟からね借りてきたんですけども、これを買ったらしい弟が、ちょっと今借りてきた、ホゲータっていう名前の人、今3歳って今3歳って書いてある、まあ、3歳のホゲータらしいです。これ進化していくらしい、ホゲータ、ホゲータ知ってる？みんなホゲータ、そう、なんかねこのタグに書いてある弟3歳、今3歳炎タイプのホゲータを買ったらしいです。私もね買ったんですよね、なんかあのポケモンのリボンがあったんですよ、大きいリボンが、それとか前髪巻くやつとかね買ってもらいました。司さん先生ありがとうございます。青ちゃん明おみありがとうございます。HKT のカビゴンは誰ですか？え、カビゴンとかいるの？ HKT のカビゴンは誰ですか？わかんない。あんちゃんの生誕祭はパズドラになるのかな？わかんない、多分そうなるかもしれない。あんちゃん、犬犬のこと川島って呼んでるの？はいはいはい、やってます、言ってますね。そう、なんか弟は仮面ライダーにハマったりポケモンにハマったりね、結構ハマりがちなんですよね、すぐハマっちゃう。そう、今は、ポケモンかな、弟ハマってるのは。サティさん、先生ありがとうございます。完成、ちょっと待って、完成、じゃ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 ん、中学生組みんな川島って呼んでるみたいで、え、そうなん？そうなの？できました。ゆいなは言ってるのはわかるんですね。え、ひなちゃんとか言ってたんよ。ハッシュタグキズナ48メールにファンレター載せたの昨日か。ちょ、ママに聞いてみよう。ママの私も見れるんですけど、配信終わってからもう一回見てみる、もう一回チェックして、でヨッシーの見てみたいと思います。明日はね、夕方配信か、夕方配信になると思います。あと20万ポイントいったらね、コーヒー券かな、スタバの券みたいな、あ、ちょっと待って、何吉、あ、中吉、サチさん、パンダありがとうございます。はい、お正月ギフト20万ポイントいったらもらえるので、ぜひ皆さんご協力をお願いします。お正月ギフトをね投げてくださったらいいので、ぜひお願いします。あとオンライン握手会4時受付が始まったので、ぜひ気になったと思う方、申し込んでみてください。はんちゃんメモリ中センスありがとうございます。あ、こちらだ、クリゲンさんセンスありがとうございます。いくらぐんもらえるんだろう、5000円分です。
サンリオキャラクターズ絆創膏リング。絆創膏リング ?4 月発売。絆創膏リング、ちょっと、絆創膏リングって調べてみよう。Google 先生で。コッペってメルに似てるよね。そう、メルさんに似てるってよく言われるらしくて、そう、なんかあれ、なんかメイクさんにも言われるって言ってて、写真と比べたらね、よく見たら結構似てた。この前達成したギフトはいつハンちゃんに届くの？そう、今ねマネージャーさんにね聞こうと思ってるところです。マネージャーさんか吉川さんか。クリゲンさん興味ありがとうございます。これは吉さんの ツイート見ないと、ね、そうなんですよ。ハンちゃん見守り中、先生ありがとうございます。はい、ぜひちょっと毎日配信してくるからにはぜひ、あ、毎日配信しな、じゃあ毎日配信するからにはね、ぜひあのお正月ギフトのね達成したいと思ってるので、ぜひ皆さんご協力お願いします。そう、結構イベントあったらね、全部参加して達成したいなと思ってるので、ぜひ皆さんお願いします。ピンクカミオさん興味ありがとうございます。そんなこと言ったらひなココッペ押さない。確かにココッペさ、メルさんに似てるって言われたらさ、ひなちゃんメルさんね好きだから。最近私プリキュア見てないんですよ。見れてなくて、今どんな感じかもわかんない。今どんな、今何、そう、最近見れてない。待って、あれどこ行った。あれどこ行った。あ、原木のお雑煮ってどんな感じですか。なんか白味噌、白味噌やった。ちょっと待って、白味噌を使ってるらしいです。白味噌を使っているそうです。はい、白味噌です。作ってます。お雑煮は声のココペめっちゃ可愛い。そうなんですよね、めっちゃ可愛い本当に。白味噌を使ってお雑煮を、ピンクカミオさん、秋読みありがとうございます。皆さんぜひお正月ギフトお願いします。あと4時受付も今オンライン予約しかねしてるので、ぜひ皆さん申し込んでみてください。お願いします。ママさん今日使う、今ねママちょっと家事をしているのでいません。ちょっとママは今家事をしている、洗濯物とかご飯作ったりしているのでいません。涙姫さん、あきおめ、ありがとうございます。
ません。今いません。今いません。はんちゃん、みもりちゃん、あきおみ、ありがとうございます。もうすぐ中学生だね。緊張する。いや、中学生になるっていう実感がそんななくて、あんまりない。お年玉キャンペーン、今、41,951 ポイント、ありがとうございます。ちょっと待って、やばい。ママ昨日うるさかったよね。面白っ。ちょっとおもろい。ちなみにキャンペーンいつまでって、1月の11日までです。司さん、センスありがとうございます。まるさん、明けおめありがとうございます。平里さん、ハッピーニューありがとうございます。野口寺さん、センスありがとうございます。オンライン握手会のためにうさぎかぶり物買い本当ですか、ありがとうございます。じゃあ楽しみにしてます。うさぎのかぶり物して出てくる、こんにちはってやって、あんちゃんメモリ中、あきおめありがとうございます。ぜひオンライン握手会申し込んでいただければ嬉しいです。お願いします。オンライン追加してよって、安松さんありがとうございます。ジロくん、センスいっぱいありがとうございます。ママもこの字って見せた、あんまり、いや、はい。ではちょっとこのね、皆さん見ている皆さんの一人にちょっと残酷になる方がいます。これ見ている方々の一人がえってなる方が一人います。それは誰かというと、ドゥルルルルン、はい、たこ焼きアバターの大くんさんです。大くん、残念ながらママうるさかったよねのコメントは全部お母さん見てます。はい、大くん終わりましたね。かわいそうに、あそのママうるさかったよねのコメントは見ています。なのでさっき紙をもらったのは、紙をもらったのは、大くん見てるよーっていう紙でした。はい、かわいそうに。あらら。あらららら。はい、ママは全部見ているそうです。なみの姫さん、極めありがとうございます。オンライン握手会予定調べて行けたら申し込むね。ありがとうございます。あ、何吉司さん、パンダありがとうございます。あ、パンダありがとうございます。
また後でおしゃべり会の画像送っとくねってありがとうございます。作っとくねってありがとうございます。お、何吉何吉、あ、チキチーチキチー、誰か投げてくれた。ジンさん、パンダありがとうございます。こてっちゃん、あきおめありがとうございます。そうそう、おしゃべり会の紙があるんだ。はんちゃん見守り中、あきおめありがとうございます。ぜひ皆さんお正月ギフトにたくさんお願いします。栗山みなさんのとこにはセーラー服着たおじさん来るらしい。セーラー服着たおじさん、やばいやばい。クリゲンさん、あきおめありがとうございます。おしゃべり会もう少し増やしたい。ぜひ皆さん、はい、増やしてください。増やしても完売をね目指しているので、ぜひ皆さんたくさん申し込んで、少しでも気になったなと思う方はぜひ申し込んでくださると嬉しいです。お願いします。すがスーパー AD ママさんママさん、はい、よいしょ。はんちゃん、ママ同世代かも。なんでなんでなんで。あとね、もう一個ね見せたいのが、これ昨日ね、あ、この前おじいちゃんがね買ってくれたんですよ。ちょっと待って、うさぎ年、私うさぎ年なんですよ。ほら、めっちゃねヒノキみたいな匂いがするんですよ、この木の。めっちゃいい匂いするうさぎのね、なんか飾り物を買ってもらいました。めっちゃいい匂いするんですよ、これ。めっちゃいい匂いする、これ。やばい、ほんとに。かわいくない？ほら。手作り？多分手作り。なんか、めっちゃ剃ってやる感がある。わかんないけど、手作りかわかんないけど、多分手作りと思う。買ってくれました。これ割れる、こうやって、つけたりできる。で、てんちゃん。ジロ君、あきおめありがとうございます。 RK あきおめありがとうございます。ジロ君、あきおめありがとうございます。 RK あきおめありがとうございます。司さん、あきおめありがとうございます。クリゲンさん、あきおめありがとうございます。司さん、あきおめありがとうございます。はんちゃん、見守り中、あきおめありがとうございます。日の用…確かに日の用事でどんな感じ。日の用心。RK、センスいっぱいありがとうございます。あ、何吉。チキチ。涙姫さん、パンダありがとうございます。ありがとうございます。何吉。じゃあ、大吉はレアですね。置いときます。ユネヨジ最近来ると来ないです。来ない。あ、なにきちちきち、ジンさん、パンダありがとうございます。自分の母は大分山奥生まれ、山の奥ってこと？動物と一緒に、でも山奥でも家あるよね。はんちゃんのアンダーデビューまであってよかったね。そうなんです、配信ギリギリまでねダンスをやっていて、立ち位置とかもね全部ノートに書いてやってます。まあ、とっても緊張してきてやばいんですよ。本当に緊張してる、やばい。なんかね、白いシャツとか立ち位置がね結構多いので、
超緊張する。アルケレインボスありがとうございます。そう、緊張したらね、笑顔ができなくなっちゃうかもしれないんで、笑顔できるように、はい、このワニワニが楽しいんですね。今令和5年らしいよ。そう、あんま実感ないんですよね。こてっちゃんレインボースターありがとうございます。あ、なにきち、なにきち、ちきち、いくらちゃん、パンダありがとうございます。結構ココピ出てるね。そう、出てる今。ジンクさんと、コテッちゃん、今日もありがとうございます。あと、RK と、今日、RK とコテッちゃん、レインボースターありがとうございます。何吉、何吉、何吉。自己紹介は大丈夫そうかな。自己紹介多分大丈夫そう。トワンさん、今日もありがとうございます。涙姫さん、あきわめありがとうございます。あ、としたんさんかな、ありがとうございます。涙姫さん、あきわめありがとうございます。はんちゃん、置いた料理で、大分料理、こねりって知ってる？知らないです。こねりわかんない。イヤスさん、あきわめいっぱいありがとうございます。でもあんちゃんはミュージカルイベントとかで歌ってきたから、舞台の度胸とかついてるんです。いや、ちょっときまだなんかいつも緊張するでしょ。何回同じこと繰り返しても緊張する。イヤスさん、ハッピーニューイヤーありがとうございます。あきしおりちゃん、あきわめありがとうございます。置いたといえば、置いたといえば、温泉しいたけかぼすですね。今日自己紹介で書き初めしたから、書き初めしてたから、はんちゃんもパズドラで書き初めするかも。え、そうなん？自己紹介で書き初めって結構珍しい。はんちゃん、見守り中、あきわめありがとうございます。それ栗山さん、あ、そっか間違えた温泉しいたけかぼす、でもそれですね。あと、鳥天とかですね。つかささん、あきわめありがとうございます。55分になったらランキングを読みたいと思います。はーい、賢そうだ今年の抱負書いてて、あー、でも私本当に字書くの苦手なんですよ。本当にね、漢字ノートとかもすっごいなんか苦手、本当にもう本当にもう本当にやばいんです。字が漢字苦手なんで、全部ひらがなになっちゃうかもしれない。つかささん、先生ありがとうございます。あとジュイフル、でもジュイフルってどこでも悪くない？あやわ、かけ軸つけて、掛け軸つけてくれるんだ。掛け軸、緑牛乳も置いてるね。あ、そうなんですよ。
あとハーモニーランドとか。ジューフルって福岡にいなかった。遊園地多いねって、確かに遊園地も多いですね。やつしかの CM まだやってるんかな。やつしかやってるか分かんないけど、早稲田のショッピングモール行ったことある？あります。埼玉何もないから大分が羨ましい。埼玉何もないん？埼玉ってさ、結構都会に見える、私的には。大分住んでたから、大分の話聞くと懐かしい気持ちもある。確かになんかね、そういう時もあるよね、あるよね、あるよね。じゃあ13位から読んでいきます。今から13位を読んでいきます。13位から読んでいきます。13位ハンちゃん、見守りちゃん、ありがとうございます。12位こてっちゃん、ありがとうございます。11位 RK、 ありがとうございます。10位さちさん、ありがとうございます。9位ジロックありがとうございます。8位アキラさん、ありがとうございます。7位クロちゃん、ありがとうございます。6位涙姫さん、ありがとうございます。5位クリゲンさん、ありがとうございます。4位福岡のゼロさん、ありがとうございます。3位つかささん、ありがとうございます。2位ジンさん、ありがとうございます。そして1位はハンチャカちゃん、ヤスさんです。ありがとうございます。二戸慎吾さん、秋読みありがとうございます。ちかささん、センスと秋読みありがとうございます。はい、ありがとうございました。明日もね、お正月ギフトたくさん投げてくれたら嬉しいです。それでは終わります。今日も来てくださりありがとうございました。5、4、3、2、1、バイバーイ。